様子がおかしい。今度はだんまりかよ。一体どうなって。これは私は違う、こんなの知りません。知らない、きっと嘘。苦しい、痛い、寒い、熱い、もう嫌。ぶつけたい、殴りたい、走りたい、飛ばしたい、潰したい、握りたい、叫びたい。でも生きたくない、動きたくない、喋りたくない、滅裂じゃない。まさか彼女は感情を獲得してるのか。しかも一気に。確かに。でもどうしてそんな。おそらくあの人形型の古代遺物と関係していると見るべきだ。彼女は感情を持たないわけではなかった。ただ何らかの形で全ての感情があの人形に吸い取られていたのだ。そして先ほどの戦闘による破損でその人形の機能が働かなくなり、一気に感情が解放されたのかもしれん。感情、私にもこんな負けて、私悔しい、悲しい、私負け、それは負けは死、負けて死ぬ、私負け死、いやだ、怖い、やだ、怖い、死にたくない。でも私もういっぱい殺してる。恐ろしいこと、いっぱい。これまで抑えられてきた感情が一気に流れ込んできてやがるのか。このままじゃ彼女は。こんなの知りたくなかった。もう耐えられない。消えてしまいたい。天使様、私を殺してください。いけません。せっかく取り戻したんだろう。簡単に手放そうとしてんじゃねえ。つれえだろうし、きついんだろう。だがそれがお前が生きてきた世界だ。あなたはここからです。まずはご自分と向き合ってください。どうやら敵と認識されたみたいだね。今度こそ完全に排除するつもりでしょう。主にして娘でもある彼女を永遠に人の性から遠ざけるために。とんだ過保護ママだこと。
間違ってます。だったら今度こそ完全に止めるまでだ。行くぞ。Thank you.
見せてあげる。どんなものでも盗んでみせる。グリムキャッチ参上。行くわよ。これは効くわよ。ジュネスを来なさい。じゃあお願いベルガルドさん。お任せください。決まってけよ。それ助かったぜ。せい。イノセントヒーローさん、ベルガルドさん、
ちは効くぜ。行くぜ。レア。サボンスは。私には天使様がついています。小さな神殿で神の御使い様として村人たちから崇められる天使様。なぜか私だけその声が聞こえました。季節が次々と変わり、周りの子たちが一人また一人と消えました。しばらくしてついに私の番が来ました。お父さんとお母さんは私を守ろうとしました。他の、そして二人とも殺されました。いや、こんな気持ちもう嫌。私は天使様に願いました。もう何も感じたくない。何も。気がついたら天使様が動いていました。私の思うままに動いていました。大人たちは驚き慌てました。
私を天使様から引き剥がそうとしました。全員殺しました。何も感じなかった。一人で外をさまよっていると乱暴そうな男の人たちに会いました。私から何かを奪おうと、私に何かを無理やりしようとした人たちでした。全員殺しました。どうでもよかった。素晴らしい力だ。異物との同調がこれほどとは。我が名はエンペラー。我と一緒に来い。ガーデンが君を歓迎する。数年後、剣の園の管理人である彼は脱走者の返り討ちに遭って死にました。特に何も感じなかった。ですが彼の言葉を思い出しました。君は幼子のようなものだ。いや、生まれてすらいないと言えよ。喜怒哀楽を感じられるようになって初めて君は生き始めるであろうな。まあ、その天使がいる限り無理な話か。私の天使様、そんな、そんな、私を置いていかないで。嫌だ、嫌だ、感情なんて。私、天使様はもういない。からとしてお前さんを覆うものもな。これからは自分で世界に接して世界を感じろ。もうお前さんは一人の人間だ。そんなこと私には。大丈夫。かつて失った私ですら取り戻すことができたのですから。あなたには自分の目と耳が、手と足が、世界の全てを感じる手段があります。少しずつでもそれを通じて生きている実感を取り戻してください。あなたは生きているのですから。生きる、そうか、私は生きています。こんなにも悲しくて苦しいのに、私は生きているんですね。気を失ったみたいですね。化け物じみた強さ以上にやりにくすぎる相手だったぜ。でも少しは届いていると思います。ああ、今まで背負ってきた罪を償いきれるかどうかは分からねえが、彼女の時間はここから始まるだろう。そうだといいね。仮想担当者オランピア脱落。領域クリア。第3フェーズ終了。おめでとう、アークライド解決事務所。お前たちがゲームの勝者だ。ジェラール、最後は部下ではなく主催者自ら出張ってきたか。ああ、どうしても俺自身の口から祝いの言葉を送りたかったからな。いい見せ物だったぞ、バーン・アークライド。ルールの穴をついて協力者を得たことも、その後数々の起点で強敵を退けたことも、実に俺を楽しませてくれた。礼を言う。他の面々や剣の乙女も含め、悪くない盛り上がりだったと褒めてやろう。ああ、そういえばメルキオルが初日に質問タイムとやらを設けていたな。特別に俺も一つ答えてやろう。褒美だ、何でも聞くない。そりゃ恐悦至極だな。首を洗って俺たちにやられる準備はできてるんだろうな、ジェラール・ダンテス。
実にいい単価だ。お望み通り万全の体制で迎えてやろう。せいぜいお前たちも英気を養うがいい。最終フェーズは午後3時に開始だ。場所は宣告した通りバシュタール宮。お前たちがいるそのさらに奥に王宮中央に直接通じる昇降機がある。それでは玉座で待っているぞ。カルナバルを最高の形で締めくくるためにな。